鍋がこういう風になっちゃったのかなって思って2日ぐらいしてないんですけど、砂浴びは毎日させればいい、していいです。ただ砂浴び終わったら目薬してください。あ、わかりました。終わったらね、そしたら砂浴びしてもいいです。な、何分ぐらいしてます砂浴び。砂浴びはずっとそのケージの中に置いてあるんですよ、砂場。あ、本当。じゃあ、あの1日30分ぐらい砂浴びして、そしたら外してください。あ、わかりました。スモシーマットってこういうのね。 あ、見たことあります。わらでできてるやつ、こういうのの上にいると足に優しい。で、あとはさ、なんかあのジョイントマットみたいなのあるでしょ、ああいうのもいいんだけど、かじって食べちゃう子が多いんですよ。危ないから、はい、まあこっちの方から。わかりました。こういうのね、スモシーマットよく売ってますよね、これ。はい、はい、で、今度ね、しつけ、治療のためのしつけ、はい、これでおしまいです、お話は、はい、しつけの基本、ね、手で食べさせる、ハンドフィーディング、ご褒美であげてほしいから少しでいいです。少しだけで、食べさせたいのはチモシーとかペレットです。グランドじゃないです。で、手で食べてくれたらね、とにかく言葉で褒めて触ってほしい、はい、偉いねって褒めて触ってあげてください、はい、もしこれができるようになったら3つやってほしいことがあって、ちょっと長くなるから2つだけ説明します。名前を呼んで、はい、てんちゃんって名前を呼んで、アイコンタクト、目と目を合わせる、コンタクト、で目と目が合った瞬間に食べさせて褒めてあげる、こっちの塩ね、はい、で、これは食事じゃないからほんのちょっとでいいですからね、はい、次、おいで、短い距離でおいでって来てくれたら手を出して褒めてあげる、できそうです。手を食べますかね、あのお菓子とかなら袋を開けたらもう飛び乗ってくるんですけど、お菓子はちょっとやめてほしいが、はい、なかなか難しいね、すべてはね、はい、一回野菜をやってみてください、はい、もしくはタンポポとか、タンポポとかね、そういうのが手に入れば、はい、で、3番目はまあクレアズトレイン、実はあとでこれ喋ってるとかあるんですけど、ご紹介しますから見てくださいね、はい、で、ここまでなんとかやってほしいんですよ。これって食事とは別にですもんね。そう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 、でも食べてるものは一緒ですもんね。そうなんですよ。なかなか難しい。でもできるんですよ。こういう、そういうのを食べてなければ。そうなんです。はい。で、おいでっつって、ご褒美あげて褒めるでしょ。で、ここで治療をしてほしいわけ。目薬したりとか、はい、あとブラッシングしたりとか、はい、スプレーして薬つけるとか、はい、足の裏にね。で、終わったらまたご褒美あげて褒めてあげてほしいわけ。はい。大丈夫？だから これもしつけの、しつけじゃないけど、しつけだけど治療だと思ってます、はい、ただ単にバッと押さえてさ、点眼したりとかさ、ブラッシングしたりとかすると嫌がるじゃないですか、はい、人飼い主さんと診察の関係が悪くなっちゃうんで、そうならないようにするためです。だからこれも治療だと思ってやってください。わ、はい、かりました。はい、じゃあね、もう一回質問があれば大丈夫かな。眼瞼炎と肥満、それから測定皮膚炎、だからもしかしたら歯根膜炎があるかもしれないですね。で、あんまり治りが悪かったらレントゲン、うんちの数が少ない、体重が減っていっちゃう、それからあと治りが悪いレントゲン取りますね、その時はね、はい、はい、はい。